コンドラチェボは、ロシア連邦レニングラード州、ビボルグ地区に属する自治体である。コンドラチェボは、もともと、フィンランドビープル州に属しており、1940年までは、サッキーアルビと呼ばれていた。冬戦争のモスクワ講和条約により一時サッキーアルビの大部分が、ソ連領となったが、続く継続戦争では、開戦約2ヶ月後に、フィンランドが奪還している。しかし、 ビボルグペトラザボーツク構成を境に劣勢となった。フィンランドは、モスクワ休戦協定により事実上敗北し、サッキアルビの9割がソ連への割動を余儀なくされた。ソ連に編入されたサッキアルビは当初、ウリアノフカと命名されたが、1948年に、ソ連邦英雄であるピョートル・コンドラチェフ親衛大佐に、ちなんだコンドラチェボと改名され、現在に至っている。 フィンランド民謡の一つであるサッキー・アルベン・ポルッカは、かつて、ソ連に奪われたサッキー・アルビに対する思いを歌っており、フィンランド国民の多くに親しまれている。フィンランド国内で再建された、サッキー・アルビ教会、サッキー・アルビには1833年に建築された、花崗岩製のルター派、サッキー・アルビ教会が、町のシンボルとして建っていたが、冬戦争における、 ソ連軍の空襲で消失してしまった。戦後、ソ連により木造教会が再建されたが、1977年に旧教会跡は付属する墓地と共に取り壊された。現在では跡地にフィンランド語とロシア語で記された石碑が建てられており、王子の教会を偲んでいる。旧教会の所有財産はほぼ失われたが、旧教会の教区は現在、 コトカとスオムスサルミが運用しており、金はブオヒアルビ協会が所有している。なお、ソ連の支援を受けて、フィンランド国内に新たなサッキアルビ協会が建てられており、こちらは現在でも見ることができる。2010、ナーミとティモカーやらクービナ、ビプユリンカーやらヘルシンキ、クスタナスイコンステーター。 p125-isbn9519708669ab コポゲン 1999-s172 ありがとうございます。